フランシス・バレット、秘術師の描く、水晶球による、召喚の道具立て水晶球または、魔法鏡、魔法円胸につける、縁杯魔法図へ、ろうそく光をたく三脚召喚魔術、または、召喚魔法は、何らかの存在を召喚する魔術である。召喚という言葉は、一般的な日本語では、特定のものに、 特定の場所へ出頭するよう命ずることを意味し、英語のサムーンズに相当する。現代日本のゲームやファンタジーでは魔物などを呼び出すことを召喚と表現することが多いが、朝松県によれば、これは1983年以降に定義された日本の西洋儀式魔術用語が一般化したものであるという。ただし、現代日本の儀式魔術用語としての 召喚は英語のインボケーションの訳語として定義づけられたものであり、専門的にはゲーム等での召喚とは異なる意義を持つ。召喚魔術の類義語、同義語に高齢術、高人術がある。古くは昭和初期に坂井清が高齢魔術を表し、魔ーなどを呼び出す東西の高齢術、高人術を紹介している。昭和三十年代には、 渋沢達彦が、黒魔術の手帳の中で、鉱魔の術という言葉を用いている。一般的な日本語では、召喚という言葉は、指定の日時、場所へ出頭を命じることなどを意味する。また、間違って、召喚と書かれることがあるが、これは、派遣していたものを呼び戻す意味なので、呼び出すの意味で用いるのは誤りである。召喚という漢語は、神鸞の、 教行心章にお礼があり、浄土真宗でよく使われる言葉である。一般的な日本語では、飯の字は、メス、招きの字は、招くの意に用いられることが多い。感情という漢語は、普通の教家を恋い願う、といった意味の仏教語であるが、構想を調整し迎えること、新たに神仏の霊を移して迎え祀ること、法要において、仏尊が、 道場に来臨することを請願することといった要例もある。現代日本のゲームやファンタジー小説では召喚術を専門とする魔法使いを召喚師、召喚師などと呼ぶことがある。召喚術を行ったとされる古今東西の歴史上の人物を召喚師として紹介するサブカル系の書籍も存在する。魔術師が洋皮師に書き記す。 精霊の書の図主に一軍の西洋の古いグリモワー,ールや近代オカルティズムの体系において天使、悪魔、元素霊など種々の霊的存在を呼び出す技法が知られている。それらの諸技法を召喚、召喚術、召喚魔術などと呼ぶことがある。場合によっては悪魔召喚とも言う。黄金の夜明け団の系統の魔術体系では召喚と歓喜という タイプの異なる二つの魔術作業がある。この二つは通俗的な書籍では、召喚魔術と一くくりにされることもあるが、本来は、儀式魔術というくくりの中の別々の技法である。しかしながら、日本においてこの用語法は、主として、黄金の夜明け流儀式魔術や、その派生である、アレースター・クローリー系の魔術において通用しているものであり、それ以外の分野では、 召喚の語のみ用いられることが多い。一般にルフしている召喚魔術、召喚術、悪魔召喚などの言葉と、そのイメージは、英語で言うところのコンチャーレーションやサモニングにあたり、どちらかといえば、黄金の夜明け系魔術でいう歓喜魔術に相当する。黄金の夜明け系魔術の専門家でも、必ずしも、厳密に使い分けておらず、一般向けに、 歓喜のことを召喚と書いている例も見られる。このように、一般に流布している用語法と専門分野での用語法の間に祖語と混乱が見られる。エドワード・ケリー、死者の例を召喚するの図、グリモワールに記された、高齢術においては、黄金の夜明け段以降の儀式魔術とは異なり、召喚と歓喜の区別はない。 対象が悪霊であるか天使であるかを問わず、エボケーションではなくインボケーションの語が用いられることが多い。中世後期には、高齢術は一般にネクロマンシー、または、ニグロマンシーと呼ばれた。ネクロマンシーの原義は、死者を介した予言であり、口寄せとあ訳されることもある。中世の著述からは、死者が復活するなどありえず、ネクロマンシーに現れるのは、 亡者のふりをしたデーモンであろうと考えた。中世宗教史の研究者、リチャード・キークヘファーによれば、その延長で悪霊を呼び出すこと全般を、ネクロマンシーと呼ぶようになったという。ニグロマンシーは、ラテン語のニジェールに引きずられた故障で、しばしば黒魔術とは訳されるが、中世では、ネクロマンシーの同義語として区別なく、用いられた。 高齢術において悪霊に命令することを英語で、コンジャーレーション、アジュレーションと言い,い、いずれも悪魔払いの意味でも用いられる言葉である。ラテン語の動詞コンジュロ、アジュロ、エクソサイソは、対象の霊に対して強制するという同様の意味を持っていた。エクソサイソは、元は70人約聖書や新約聖書に用例がある、言明する、誓わせるといった意味のギリシア語に由来する。 ラテン語であり、聖職者が行う悪魔払いにおいては、幻名によって追い払う、という意味で用いられる。リチャード・キークヘファーは、高齢術の悪霊強制の呪文と払いましきの文句を比較検討し、中世の用法では、悪霊を呼び出すか追い払うかという意図の違いを問わず、ラテン語のコンジェライスシオとエクサシーズマスは、互換性のある用語であった、と論じている。 また、14世紀以降の払いま式では、エクソシストが悪魔に害されぬよう、疲れた人を輪の中に横たえることが行われたことから、高齢術の魔法炎にも払いま式の応用という面があると指摘されており、払いま式で悪魔を命令によって追い払うことができるのなら、呼び出して命令することもできるという発想は、民衆の間に広まっていた、とする論者もいる。 かつて貝の聖職階級の一つにエクソシストがあり、これに除外されたことのある者が実際に払い魔を行う機会があるとは限らなかったが、中には道を外れて悪魔を呼び出そうとする者も,もいたと見られる。中世後期には定職にあぶれ、教会の統率を受けず、高齢術などに手を染めかねない終焉的聖職者層が存在し、キークヘファーの言う。 聖職者の地下世界が形成されていた。高齢術を行った角で告発されたものの中には、時として、俗人や、女性もいたが、聖職者が多かった。召喚と歓喜は、英語圏でも往々にして混同されるが、黄金の夜明け団の系譜を引く、魔術体系では、ある程度明確に区別される技法となっている。 陰謀クの語源は、呼びかけるを意味する、ラテン語の陰謀コであり、祈るという意味も含む。異謀クの語源は、呼び出すを意味する、ラテン語の異謀子である。これに応じて、召喚と歓喜には、以下のような方向性の違いがある。アレースター・クローリーは次のように定義している。歓喜が前方、または外へ、呼び出すことであるのに対し、召喚は、呼び入れることである。これが、 魔術の二つの部門の本質的な差である。召喚においては大宇宙が意識に満ち溢れる。歓喜においては大宇宙となった魔術師が小宇宙を想像する。諸君は神を円環の中へ召喚し、霊を三角形の中へ歓喜するのである。なお、この召喚と歓喜という言葉は、 国書館公開の翻訳魔術書を編集した朝末、県と翻訳者らの会議で訳語として定められたものという、召喚と恒例という役例もある。召喚魔術は、深刻に誓願し、その力を自らの内に呼び下ろし、そして一時的に自分が神の乗り物と化すことを図る魔術作業である。要するに、自分が神と一体化する。 もしくは自身に神を憑依させる技法である。アレースター・クローリーは、その方法を祈りながら何時自身を燃やがらせよ、頻繁に召喚せよの二語に要約している。聖守護天使の召喚は、魔術師が目標とするものの一つである。魔術の学院 iOS の主催者、学習主任の秋橋つは、召喚には聖願召喚と憑依召喚の二種類の、 方法があると指摘している。表意召喚は、アレンスター・クローリーが定義するように、術者と召喚対象が融合する召喚作業であり、逆付きの号とも言う。これに対し、正眼召喚は、術者と召喚対象が分離したまま行われる、召喚である。ゴエティアの魔法円と三角形換気魔術は、例に対して、魔術師の外部の特定の領域に現れるよう、 命令し、現れた霊を、魔術師の目的のために働かせる、魔術作業である。召喚を、杯の豪というのに対し、歓喜を、剣の豪という。人工精霊の創造はこの編集と言える。金星のグリモワール、ゴエティアに基づく、魔術作業は、典型的な歓喜魔術である。魔術師は地に描いた、魔法円の中に身を置き、縁台に配置された、 魔法三角の中にデーモンを呼び出す。呼び出された霊は、ユダヤキリスト教の神の意向を借りた魔術師の命令に服する。観光されているゴエティアに付された図版では、三角形の中に円が描かれているが、これは魔法教であるとも解釈されており、魔法教をスクライングの窓として用いるのはよくある方法である。魔法円は、 魔術師を防護するためのものだが、物理的に描く必要はなく、十分に習熟した、追な儀式でことたれりとする意見もある。伝承では、光の煙や動物の血などによって呼び出した霊を物質化させ目に見えるようにすることができるとされる。現代では、このようなことは不要であり、霊の出現の印としては、原始や雰囲気の変化で十分とも言われている。